よいしょ。はい、ということで、ちょっとね、今日はそのもちろん清潔試薬の勉強会なんで、清潔試薬を、もちろん中心にとやっていきたいんですけれども、私が簡単に自己紹介をさせていただくと、三宮の方で、不妊治療専門、ほぼ専門、9割ぐらいが患者さんが不妊治療なんですけれども、それを通して、ここにいらっしゃる方が不妊の方が来た時に、こう清潔試薬でどういうふうに、不妊に対応していっていただいたらいいかなっていうのを、ちょっとお話がしたいなと思ってお時間をいただくことになりました。最後、中村先生の発表の時に最後、こう患者さんとのこの実感がないっていう話が出ましたけれども、不妊治療っていうのは本当にもう、最後赤ちゃんが、妊娠するかどうか、赤ちゃんができるかどうかっていうところが、結果なんですけれども、それを継続していって治療を続けていただくために、その患者さんとこう共有できる部分がすごく清潔試薬では実感していただけるに違うかなっていうふうに感じています。はい、簡単に、去年のうちの、実績といったら変なんですけども、去年は、61名の方が妊娠していただきました。これが多いか少ないかちょっと分かんないんですけども、一昨年は52名でした。で、大体うちの患者さんっていうのが35歳から40歳の方が多いんですけれども、そうですね、もう8割ぐらいの方が、クリニックでもう何らかの治療を始めてはる方、が多いです。で、やっぱり年齢がいくごとに自然妊娠よりも、体外受精をやってはる方が多いので、体外受精の方が多いかなっていうことですね。で、通っていただいている、ちょっと下見にくいですけれども、うちに来ていただいて妊娠していただくまでの期間としたら、やっぱり一番多いのが半年から1年、やっぱそれぐらいの期間がかかっちゃいますよ。どうしてもこう、後で話をしますけれども、体を変えていく、体質を変えていくのにやっぱり3ヶ月で、実はこの、女性の場合は 毎月生理があるわけですけれども、この周期に排卵される卵っていうのは、実はこの1ヶ月で急に大きくなってくるものでなくて、半年前から準備をされてたものが大きくなってくるということなので、体質が変わりましたよ。で、そこからいい卵が、取れるようになるまではやっぱり半年ぐらいはかかるかなっていうぐらいの、話をまず患者さんに説明はしています。で、かといって、体外受精というか高度の医療に頼らないと、妊娠できないっていうことじゃなくて、実際に去年一昨年50歳以上の方で何人妊娠してるか、日本で妊娠というか出産されてるか、ちょっとごめんなさい、すごくちっちゃくて見にくいんで口で言いますね。平成25年50歳以上の方が出産されてる方が実は何名ぐらいいると思います？日本で、これ厚生省のデータなんですけれども、実は50歳以上の方が47人です。一昨年が56名で、これは僕ら不妊治療をしている人間からするとびっくりするが多いんです。で、これがもう一つ下の年齢枠になると、45歳から49歳になると一気に上がって1200名ぐらいになってます。で、驚くべきことなんですけれども、その高齢出産されている方の、50歳以上の方、45歳以上の方
のその1200名50名っていう方がどれだけ体外受精をしてたかというと、実はその方たちの 96% が自然妊娠なんです、うん、だから本当にこの今日本で不妊治療っていうことでイコール病院に行かないといけないっていうふうに思われてるんだけれども、その辺の可能性をすると、うん、十分体を変えていくことで、妊娠にもつながるんじゃないかなっていうことは、うん、一種の啓蒙活動みたいな形で広めていかないといけないかなっていうふうにも感じてます。じゃあ今日本でね不妊治療、どういうことかというと、まず不妊とはっていうことですけれども、避妊を行わずに一般的な夫婦生活を行っているにもかかわらず1年以上授からない、実はこれ2年ほど前に WHO が規定を変えました。前は、2年以上授からないだったんですけれども、これが1年以上に縮まりました。で現在はだいたいやっぱり増えてます。6組1組、まあ、前は8組とか言われてたんですけども、だいたい今6組1組ぐらいが、不妊の、心配があると。で今不妊治療もすごく進化してまして、前はこういうふうに一般不妊治療って言いまして、卵が取れない人は排卵、卵排卵しない人は排卵誘発をかけたり、あとタイミングっていうのはすごく言われてますけれども、いつ、セックスをすると赤ちゃんが生まれやすいかと。で人工授精っていうのは男性側の精神に問題がある場合に行ってます。で卵管形成術っていうのは、卵は作れてるけれども、卵管に問題があって、実際その卵管に卵は降りてこないっていうところですね、まあ、卵管が閉塞とか詰まってる場合に行うものです。でそれか、ここ20年発達してきたのは、高度な分ですね、生殖補助医療という分ですけれども、これが俗に言う体外受精、体外受精も大きく言って2種類あるんですけれども、体外受精と顕微受精で、体外受精両方とも体外なんですけれども、一般的な体外受精は卵を取ってシャーレの中で、精子、まあ、より分けた精子ですけれどもシャーレを振りかけて、でそこで受精を刺す。で、顕微受精っていうのは、顕微鏡受精の略なんですけれども、元気のいい精子を1個、抽出してそれを卵の中に直接、入れていくのが顕微受精です。配偶子卵管内移植っていうのはちょっとまた特別なやり方なんですけれども、これは体外受精はシャーレの中で行いますけれども、それを女性の体の中で行いますよっていうのをこの配偶子卵管内移植っていうんです。だから精子も卵も両方ともシャーレじゃなくて母体の中に戻して受精さすっていうのがこの方法です。で実際かなり確率は低いんです。体外受精、顕微受精をしたところでも妊娠率っていうのは27、8%。で、後で表を出しますけれども、ね、年齢によってやっぱりどん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 確率は下がってます。で、まあ、今、うん、年齢をいった方の、不妊のほぼほぼ40歳を超えた方のほぼほぼ原因が染色体の異常っていうのが言われてます。で染色体の異常っていうのは、卵、女性側の因子もあるし男性側の精子の、ね、問題もあるので、染色体の異常があればその卵を戻したとしても、ほぼ妊娠しないし、妊娠をしたとしても、かなりの確率で流産しちゃいます。で万が一生まれてきたとしても、まあ、ダウン症とかそういうふうな障害を持ってる、生まれてきちゃうっていうことで、染色体の異常をいかに回避するかっていうのも大きな問題で、今一番進んでる、この高度の治療がこの着床前診断っていうのが一番進んでます。
これ聞いたことある方いますか？一番進んでるんですけれども、ここで受精卵ができます。で、できて、ある程度5日以上分割した卵の一部を、採取します。細胞で、その細胞を採取して、それを、検査かけて、その卵自体に、異常がないか、染色体の異常がないかっていうのを検査して、異常がない卵を戻します。そうすると、グッと妊娠率が上がります。で、そうすると、確率でいうと7割ぐらいが妊娠 してくれる。で、流産率もかなり低いです。で、もちろん、染色体の異常がないので、生まれてくる子どもにもそういう、障害を持っている子どもが生まれるっていうことはまずないっていうふうに言われてます。ただこれがまだその、倫理上の問題とかで、日本の婦人科の、団体は認めてないので、公にうちはやってますっていうところは少ないんだけれども、今全国で540件ぐらいの不妊専門のクリニックがあるんですけれども、そのうちのもう100件近くをやってるっていうデータがあります。はい。で、これがさっき言いましたよ、体外受精による年齢別の妊娠率ですけれども、やっぱり、この辺20代から35ぐらいまでの方が、でも 24.7%、 これが2012年、一番最近のデータで、やっぱり技術が上がってきているので、20から34歳の方でも 27.6%、 40歳から上の人がここでは 6.6% ですけれども、2012年のデータでは 13.6%、倍近くに上がってきてます。で、この辺はね、じゃあ何人ぐらい、どれぐらいの割合で、体外受精の子どもがいてるかっていうことなんですけれども、ごめんなさい、ずっとちっちゃくて見にくいんですけれども、ここの比率でいうと、全出生率のうちの 1.45% だから、40人ぐらいのクラスになってみると1人いてるかいてないかぐらい、1人はいてるんじゃないかなっていうふうには言われてます。はい。俗に言う不妊の原因なんですけれども、まず第一に僕が思ってるのは、うちの患者さんでも年齢層が高いので、晩婚化ですよね。ちょっとブレてる？これ。はい。とりあえずその女性の社会進出が増えてきて、結婚する年齢が遅れてると。でもその体的には出産適齢期っていうのはもうそれこそ人間の体ですから昔と変わってないですね。20代で出産するのが一番いいと。で、30代で結婚して、よくあるパターン聞くのは30歳で結婚して、2、3年はそこから夫婦2人で楽しみたいと、いろんなことをしてみたいと。で、30半ばになって妊活をすると。そうするとやっぱり体的には下り坂に入ってきているので、妊娠しにくいよっていうことですね。で、こういろんなカウンセリング、相談を受けるときに学校では、生理の仕組みとか、極端に言うと学生時代に不妊の方法は習ってるんです、いかにしたら子供ができないですっていうのは習ってるんだけれども、逆にこうすると子供ができますよっていう、その子供の作り方を知らない方が圧倒的に多い。なので、タイミング療法っていうのは頭で分かってても、タイミングの取り方を間違ってる方が8割です。で、生理があれば子供ができると思っている方がいらっしゃるので、晩婚で40歳を過ぎて生理があるから
私すぐ子供できますよねって来られる方もすごい多いです。で最近よく言われているのが、卵の老化、精子の老化、これも後で表を見せますけれども、卵っていうのは、女性の卵子の場合はもう女性が赤ちゃんになる前お腹の中で、性別が決まった瞬間に一生分の卵って出来上がってます。そこから数は増えません。だから、どん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 そこから卵が減っていくだけになります。ということはもうお腹の中にできた時から卵はね、その女性と一緒だけ年を取っているので、残念ながら、35歳の方の卵はもう35歳ですということなので、その辺の、意識というか認識はすごく甘いというところはありますよね。で精子の場合も、よくちゃんと射精してるから大丈夫って言われてるんだけれども、射精してる見た目の精子っていうのはあれは大半が精液です。当然精子と精液が混じって射精されるんだけれども、見た目がちゃんとあってもその中にどんだけ元気でどんだけいい精子がいてるかっていうのはまた別問題になります。で当然、どん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 、精子も卵子も老化していきます。で最近テレビでねよく、ミック・ジャガーが72歳で子供ができたとか、ね、50歳を過ぎてから芸能人が、ね、赤ちゃん産んだとかいう話があるけれども俗に言うとすごくどちらかというと稀な話っていうふうに思っていた方がいいんだけれどもそういうニュースが先行しちゃうといつでも子供はできるんやっていうふうに思っている方が多いです。であとは、まあ、具体的な疾患ですけども卵管のさっき言ったみたいに閉塞とか、多嚢胞性卵巣とか多嚢胞性卵巣っていうのは一種のホルモン異常なんですけれどもあとは子宮筋腫子宮内膜症、子宮筋腫の方もすごく多いです。もう、うちの患者さんで見てたら、4割以上の方が筋腫持ってますね。あとは、まあ、体が冷えてたり代謝の低下をしてたり、あと見逃せないのがやっぱりストレスです、女性の子宮卵巣っていうのはやっぱりストレスを一番受けやすい臓器やと思ってますのでいろんなストレスがあります。でそのストレスを回避、でききれてないというのが大きいですね。あとは、食生活の悪化、もう今の日本で例えば添加物を取るなっていう方が無理です、いろんな添加物が入ってますし、ね、ランチパックなんか常識で考えたら卵サンドが、ね、4日も持つのがおかしいのに4日以上平気で持つとかあとは日本だけなんですけれども最近ようやく、大々的に言うようなトランス脂肪酸マーガリン、マーガリンアメリカの4年前の生殖医療学会の発表でマーガリンを常用しているカップルの7割が不妊でした、で、マーガリンに関して言うと、アメリカニューヨーク市は全面禁止で、州によって発売禁止です。で隣の韓国でもマーガリンを、ホテルとか学校給食で使うと営業停止になってます。で日本は、まあ、バンバンテレビでコマーシャルしてますけどもその辺はやっぱり企業献金お金が政府に流れているのでその辺で、抑えきれてないっていうところがありますね。でトランス脂肪酸を取っちゃうとやっぱり細胞の膜が壊れてきて代謝が悪くなるので、細胞の活性化をしないっていうところがあります。それで、まあ、自然でいうとまあ、卵の数と変化なんですけれども、大体この、ここは37歳ぐらいもうここから急降下してます。だから、常識的に考えると、まあ、37歳ぐらいからは赤ちゃんができにくくなるよっていうことですね。で、不妊治療をしている方の僕の経験から言うとやっぱりどこで線を引くか大まかな線を引くかっていうとやっぱり、シビアな話をすると43歳ぐらいかなっていうラインが見えてます。ただ43歳を超えたから絶対妊娠しないっていうことももちろんないんだけれども、
まあ、43歳ぐらいまでにできれば妊活は終えたいなっていうのが一つあります。で、まあ一緒ですけどもね、女性の場合だったらもう体的に考えるとその35から37ぐらい、が一つのまあ、目安で、男性でいうと40歳からこの、生殖能力がずっと落ちてます。はい、で、じゃあ不妊治療どうしたらいいのかっていうことなんですけれども、もう絶対必要なのはいい卵なんです。女性でいうといかにいい卵を、ね、排卵するような体に持っていってあげるかなんですけれども、いかにいい卵を育てるか、さっき言いましたけれども今周期に排卵される卵は6ヶ月前からスタートしています。で、年齢とともにこの卵の数が減ってくるので20代の方は、用意どんで6ヶ月前にスタートするのが先行、先行からスタートします。で、30代になると500個からスタート、40代になると10個からスタートになります。はい、でこの1000個のうちの最優秀な1個が選ばれて排卵されます。で当然、1000分の1と500分の1と10分の1だったらば、卵の質は変わってきますよね。で、これが、どうやって見るかというと、血液検査で分かるんですけれども、一種の目安で、AMH、抗ミュラー管ホルモンという数値で大体の目安を、立ててます。でこれはクリニックの検査なんかでやってます。で何回も言いますけれども、体質改善に3ヶ月かけましょう。でいい卵が育つのはそこから2、3ヶ月後ですよ。じゃあ、ホルモンバランスを整えていかないといけないんですけれども、ホルモンバランスを整えて血流の改善をしていきましょうと。じゃあこれをするには何が必要かというと、もう僕はこれしかないと思ってるんだけれども、自律神経を整えましょう。じゃあ自律神経を整えるのは何っていうと、一番得意なのは何っていうことになると、清潔視力になってきます。で、ちょっとね、ここからその自律神経を整えるとホルモンバランスが整ってきますよっていう話をしたいんですけれども、ホルモンっていうのはもう全部一連の流れの中に出てきて、このホルモンが単独で作用してるんじゃなくて、このホルモンが出てるから次のホルモンに出てるっていうふうに、順番順番に関連してます。で例えばこの表で見てもらう、グラフで見てもらうと、まあ後で体温表も出しますけれども、卵が育ってきます。原子卵胞がずっと育ってきて、卵が育って排卵されます。でこの過程では女性ホルモンが必要なんですけれども、これが排卵された卵が受精して着床して、今度は高温期に入っていくんですけれども、高温期に必要なのが黄体ホルモン。じゃあ黄体ホルモンってどこから出ますかっていうことなんだけれども、黄体ホルモンというのは実はこの卵が育ってきた環境の卵胞がこうやって黄体化します。で黄体化してここから黄体ホルモンが出てくるんだけれども、いい卵が排卵されるイコールここの卵胞の状態がいいので、当然いい卵が排卵されているときは黄体ホルモンがいっぱい出ます。で卵が育ちが悪いと、この環境が良くないので黄体ホルモンの出が悪いので、卵の質も悪いし、高温期に上がらないということになってきます。だから全部関連してるということですね。はい、でまず、正常な妊娠経過とホルモンなんですけれども、まず最初に、ここの視床下部から、
この FSH 卵胞刺激ホルモンっていうのが出ます。で FSH が出ることによってこれが血液に乗って卵巣まで届いて卵を作り出しなさいっていう命令が出ます。でそれと LH っていうホルモンですね、黄体形成ホルモン、これが学校なんかではよく習ったと思うんですけども、フィードバックの機能ですよね。で FSH が卵を育てなさいっていう命令を受けて女性ホルモンがいっぱい作られて、卵が育っていきます。はい。で、LH っていうのは排卵を誘発してくれるホルモンでもあるので、排卵を誘発してくれますと。で、今度は高温期になるんだけれども、さっき言ったみたいにいい卵が出てるとこの黄体ホルモンがいっぱい出ますよ。はい。で今度は着床するとその着床を、こう獣毛が出てきて着床するんだけれども、その時に出るホルモンが HCG って言って、これで妊娠の判定をします。血液検査でも HCG の数値を見て、妊娠の判定をしていきます。だから、生理3日目のホルモンってすごく大事で、クリニックに、受診されている方はクリニックはだいたい生理3日目に来てくださいっていう話をされて3日目に、受診をされます。で、3日目に受診をされた時のこの FSH と LH の、の組み合わせ、この、ホルモンバランスが崩れているといろんな病気も分かってきます。はい。でまあここで排卵をされました。でこれが、ね、吸い上げられて腹腔内に排卵されて、ここに卵管塞というところで、組み上げられて、ここで精子が出会います。で精子が出会って、精子と出会って受精卵となって、分割しながら5日間かけて、だいたい排卵法っていう、分割された形で、着床に至るっていうのはだいたい自然な、妊娠ですね。まあ、これは180日かかりますっていう、さっきね急に大きくなりませんよって話。はい。で、さっきのホルモンの、伝達と一緒なんですけれども、まあ大事なのがその女性ホルモンと黄体ホルモン、プロゲステロンという黄体ホルモン、女性ホルモンですね。で、この生理が始まって排卵されるまでが一応言われている低温期。でそこから上が高温期なんですけれども、この差が、まあ、これを比較的揃っているけれども、多少ガタガタしながらでも2層になっていることが大事になります。で、基礎体温から何が読めるかというと、ホルモンがきっちり出ているかということなんですけれども、じゃあ男性はこんなにね体温が変化しないんですけれども、女性は生理があるときなんでこんな変化するのかということだけれども、じゃあなんで低温期があるんですかということでね、なんでこれはね、この女性ホルモンはどうやって作られるかということなんだけど、関連してるんですけれども、ここの低温期っていうのは卵を育てる時期です。で卵を育てる時期には女性ホルモンがいっぱいいります。じゃあ女性ホルモンが、いっぱい作るためにはっていうか、女性ホルモンをどうやってできるかということなんだけれども、実は女性ホルモンっていうのは、元になる材料が男性ホルモンなんです。男性ホルモンが女性ホルモンに変わるんです。でそれを変えてくれるのがアロマターゼっていう酵素が働きます。でその酵素が働いて、男性ホルモンを、エストラジオールっていうタイプの女性ホルモンに変えてくれるんだけれども、その酵素のアロマターゼが働きやすい温度が実は36度2分から4分なんです。ということは酵素が、いっぱい活発に働いてくれるために温度が下がる
で女性ホルモンがいっぱい出ていい卵が、ね、一連の流れなので、いい卵が育ったら当然次の黄体ホルモンがいっぱい出ますよっていうことです。で、あとは基礎体温は、読めるのは当然排卵日の予想が立ちます。で、このままずっとダラダラしていると、横一線になってたりすると多いのがやっぱり無排卵の可能性があります。排卵されているかどうかで、当然このままね、高温期をずっと続くと、妊娠をしている妊娠の継続っていうのが分かってきます。だから最近あの婦人科の治療を受けている方に、クリニックによると基礎体温をつけなくていいっていうところが結構多いんです。基礎体温はつけなくてもホルモンのバランスは、人工的にホルモン投与するからしなくていいよ。でそれを受けて女性の方なんかは割と、ね、毎朝つけないといけないので、それ自体もストレスになるっていう方もかなりいらっしゃいます。でもやっぱりその基礎体温から読めることってすごく多いので、基礎体温はしっかりつけてほしいなっていうふうに思ってます。で、ストレスの話をしましたけれども、初めにカウンセリングするときにやっぱりいかにストレスを減らしてあげるか、ここがすごく大きい。で、ね、何度も言いますけれども、子宮卵巣はストレスがすぐに影響する。で、これのカウンセリングを正しくするためにはやっぱりこの話を聞いてあげる僕らが、女性と体のメカニズムを全部理解して、きっちりとこのホルモンの仕組みを話をできるようにして、で妊娠についての正しい理解と妊娠の方法、これをしっかりと指導してあげる。で、クリニックに行かれている方も今すごいです。クリニックはもう1回の、ね、受診で半日ぐらいかかるぐらい、もうすごいいっぱいです。だから病院に行くだけでもこうすごいストレスで、ね、1時間半待って内診が、問診が10分で終わって、そこからまた1時間待って内診10分とか、そういうのが現状なので、お医者さんに遠慮して聞けないんです。詳しくその病院治療の内容がね。だからそれの病院で今、どういうことを行っていて、どういう薬が出てるかとかね、その辺をきっちりと説明してあげて、今受けてる治療を分からずに受けてる方がすごく多いので、お医者さん任せっていうことにならずにそれに沿ったアドバイスをして安心感を与えてあげるっていうのがすごい大事かなと思ってます。で、さっき言ったみたいに食生活のアドバイスと、日常生活のアドバイス、はい、だからその辺をきっちりと話をして、やっぱり患者さんとね、やっぱり信頼関係を作ってあげるっていうのがすごい僕らの仕事かなっていうふうに思います。はい、例えばそのよく言うんですけれども、病院に行ってない方、例えば自然妊娠をしたい方っていうのはタイミングを取りますけれども、タイミングの取り方をすごい間違っている方が多い。で、これを教えてあげる方、教えるだけでも、妊娠した方が10名以上いらっしゃいます。正しいタイミングの取り方の指導、これ簡単なんで覚えて帰ってください。まあ、年齢別によるんですけれども、まあ、一番分かりやすいので言うと、まあ、20代なんですけれども、このライン、これが0って書いてる、これが排卵日です。で、皆さん排卵日を特定すると、例えば来週の土曜日に排卵日ってもし仮に分かるとすると、土曜日に仲良しをしようとする。で、見ていただくとこの排卵日に仲良しをしても確率ここなんです。低い。で、正しいタイミングの取り方っていうか、一番妊娠しやすいのは実は排卵日の2日前がピークなんです。2日前から急降下します。なので排卵日の大体予想を立てたらその2日前で、正しい
本当に妊娠率を上げようと思うと、この2日前、4日前、6日前、3回仲良しをしてもらうように指導します。で、なんで3回もせなあかんかというと、男性の精子は異常がなければ、だいたい3日から5日は生きてます。で、この6日前に取った仲良しは、もう精子は、こっから3日生きてるとすると、ここまで生きてます。で、4日前の仲良しはここまで生きてる。で、2日前の精子はここまで生きてます。ということは、6日前から1回、2回、3回、タイミングを取ることによって、ここから1週間、女性の卵管の中に精子がずっと待機している状況になります。ということは、ただでさえどのタイミングで排卵されるかわからない卵と必ず出会う。出会わないことには受精をしないので、たった1回の、ね、仲良しをしたからっていうと、出会う確率はかなり低い。なので、待機状態を作ってあげることができると、これが正しい、これがちゃんとできると、問題がないカップルの5割は妊娠します。ところが今みんな間違っているのが、タイミングを取り始めて半年経ったんですけど妊娠しませんっていう方の多くはもうこの2日前だけとか排卵日だけとかこの排卵日を挟んで前後にタイミングを取ってましたっていうのがすごく多いです。で、ね、排卵日の予測の立て方を間違っている場合もあるし、今そのタイミング療法っていうのがクリニックに行ってる場合は、クリニックのエコーとか排卵検査薬も有効だし基礎対応も有効です。ただドクターもこれをなかなか教えてくれない、お医者さんにしてみたら、やっぱり体外受精の方の実績を作りたいので自然妊娠よりも体外受精を増やしたいのできっちりこれはだいたいこの日が排卵やからねっていうふうな教え方しかしないのでこういう効率のいいタイミングの取り方をなかなか教えてくれない。で、大体その6回、半年タイミング療法をやってできなかったら次人工授精ね。で、人工授精があかんかったら次はもう体外受精ねっていうことでステップアップをさせて体外受精の、臨床例を増やそうとしてます。で、やっぱりね、日本人は回数が少ないんです。なんと全世界の平均でいうと最低です。日本人は年間で仲良しの回数は23回。で、一番多いのが、ヨーロッパのエジプトとか、あの辺で120回ちょっとかな。ということは23回ということは単純に言ったら月1回か2回でしょ。で、ね、120回仲良しをしているところは何回週に、ということはね、月2回をする、ということなので、もう圧倒的に数が少ないんです。で、赤ちゃんを意識しちゃうと、この排卵日の前後だけに集中しちゃうんです。で、僕の中のいいちょっと岡山の方の、ドクターが教えてくれたのは。月に6回最低6回は指導してくれと。で、当然、なんで6回かというと、1ヶ月4週あるやろと。で、毎週1回で、それプラス、排卵の周期にプラス2回で6回で、この排卵周期の3回は妊娠するための、ね、仲良しなんだけれども、こっちの3回は妊娠関係ない。でも、こっちが抜けてることがすごくマイナスやと。で、この3回の仲良しは何をするかというと、やっぱりその本能的なこの赤ちゃんを作らないといけないっていうのは、子孫を残すためにはこの定期的な仲良しが子孫を残すためのスイッチになる。で、この3回の、妊娠に関係ない3回がホルモンのバランスを整えてくれる。だからもう不妊治療をやりだしちゃうと、もうここの3回に集中したり、3回が1回になったり、あとはその、ね、クリニックの治療を行ってる方なんかはもう病
病院任せになっちゃうので、もう普段逆に言うとセックスレスになっているカップルが圧倒的に多いっていうことですね。はい。で、まあ前置きが長くなりましたけれども、本来の清潔調べでうちが何をしているかということですけれども、本当にもう一言で言うとこれだけなんです。自律神経の調節、はい、で、あの割と鍼灸の治療とその肩こり腰痛なんかはその場で、ね、あの痛みとかが改善しますけれども、最近不妊治療している鍼灸院かなり増えてます。で、他のところがどんなやり方をしているかあんまり分かんないんですけれども、結果としたらもうできるかできないか、一言で言うとできるかできないかになっちゃうんだけれども、それをやっぱり実感してもらわないといけない。自分の体がこんだけ変わっていってるっていうのをやっぱり実感してもらわないと、こっちも信用してもらえないし、ね、継続をなかなかしてもらえないので、清潔しらくっていうのはやり方によってはすごく、患者さんと治療を共有できるところがあります。で、まずは一番お分かりやすいのが、ね、今日も皆さんあのやってましたけれども、呼吸のチェックです。深呼吸をする。で、深呼吸をして、ほらこんだけ変わったでしょうと、ということは、ね、あの酸素がいっぱい入ってきて今血流が良くなってる。もう9割9分の方がやっぱり呼吸は変わります。で、もちろん、まあ、うちは目を見たり舌を見て舌診をしたり、あと、まあ、脈も多少は見ますけども、あと腹診を重視して、腹診をした時の、お腹の張り感、痛み、不快感もう全部これは寝てもらって仰向けの状態でしますけれども、腹診はかなり重視して自分でも、僕が抑える場合もあるし、やっぱり自分で抑えてもらう、患者さんに自分で抑えてもらって、この辺張ってるとか嫌やとかで、それはもちろん消化器系の、疾患だけじゃなくて、お腹に張り感があるっていうことは、ね、この体の巡りが悪くなってて、お腹の中の、子宮卵巣も含めて血流が悪くなってて、それが全部表面に出てきてるんだよっていうことを言う。で、当然ながら白子をしてあげると、もう瞬間的にこの張り感は取れてきます。うん。で、一応使うのは、かなりストレスが多いと思うので、まず H の3ですね、神経、これは交感神経だけじゃなくって、やっぱり、まあ、心房でもいいんかもしれないけれども、神経っていうのはやっぱりストレス、心の問題があるので、H の3を使います。で、その方のその日の状態によって、まあ、副交感神経の方が多いと思うんだけれども、 H の5の方が多いですね。で、ズブシラクも必ずするんですけれども、YNSA の脳幹部ってまだ後で説明します、次で説明しますけれども、あとは足の方は、やっぱ陣形も使いますし、やっぱお腹の張り、割とその飛型 F1 で取れる場合が多いので、 F1 使ったり、陣形を使ったり、また単形を使います。で、100円だから、まあ、その視力をすることによって、その瞬間的に呼吸が楽になったり、お腹の緩むと、これを実感してもらえると、ね、割と他の鍼灸では効いてるのか効いてないか分かれへんと、自分の体が変わったのか変わってないか分かれへんっていうの、その辺の効果が実感できないようなところが多いと思います。で、当然、この今、ね、ちゃんと呼吸が吸えるようになっている状況とか、お腹の緩んでいる状況が正直いつまでもおつか分からへんよと、うん、で、いろんなその視力皆さんやってるのを連続して毎日しないといけないっていうことなんだけれども、なかなか毎日できないし、そういう、ね、痛みの疾患じゃないので、
原則的に週1回来ていただいて、今緩んでる状況を、ね、毎回作りますよと。この状態がいつまで続くか分かりへんけれども、毎回この状況を作ることによって、自律神経がどんどん整ってきて、この息がちゃんと吸えてる状況とかお腹が柔らかい状況を脳が覚えてくれる、うん、でそれがやっぱり脳が覚えてくれるのにやっぱり2ヶ月3ヶ月かかるけれども、週1の治療だけでも、お腹の硬さ、呼吸が楽になってくる状態ができてくるよっていうことをお話をします。で実際、まあ、2ヶ月、まあ、3ヶ月経つとお腹がかなり緩んできます。うん、だからそれはもう患者さんもね、自分で触ってもらってるって理解してもらってるので、あ、私の体変わってきたなっていう話をされますし、そういう状況が作れるとやっぱり基礎体温も整ってきてるし、でクリニックに行かれてる方は、その3日目のホルモンのバランスもかなり変わってきてます。だからいかにこう、ね、患者さんとその辺が共有できるかが大事ですね。で、YNSA っていうのをご存知ですか？これは、私学ではないんですけれども、宮崎のドクターで山本先生っていう方が、山本式ニュースキャロップアキュパンクチャーの略で YNSA って言ってるんです。で、要は頭に体の、総合点が全部あるっていう考え方をしてます。で、山本先生実は奥さんがドイツ人で、ドクターなので、鍼灸師にはこれをちょっと解禁してなかったところがあって、でずっとそのドクターの間で広まっていって、海外ではもう2万人以上の医者が使ってます。で、海外のお医者さんの間で日本の針といえばこのYNSA っていうぐらい、海外のドクターの間では有名です。で、頭に体の総合点があって経絡が存在すると。で、ここの頭髪のところから、約2センチ上に入ったところ、ここにね、脳点っていう脳の点があるんです。で、ちょうど入ったところが脳幹部で、大脳と小脳がある。で、山本先生実はスタートが産婦人科の先生だったんで、僕も宮崎にトータル1ヶ月ぐらい行ったんですけれども、話をしてて、ここの脳幹部、ここ先生視床下部だよねっていう話をして、そうやと。で、不妊治療してるんですけれども、ホルモンのバランスを整えるのにここは絶対必要ですねって言っても、ここは絶対触ると圧痛もあるし、そう、感覚的にあ、ここっていう場所は分かってくるんだけれども、そこに山本先生の場合は針をします。で、僕も必ず、ここ、ね、低音器の場合だったらここ、当然最初言った FSH とかのホルモンがここから視床下部からスタートするんだけれども、普通の針だったら視床下部ってなかなか刺激ができないので、ここを刺激することによってそういうホルモンがいっぱい出るかなっていうことでずっと使ってます。はい、で正中線の本当髪の毛の生え際から上で、最初は僕はここは針だけだったんですけども、最近ちょろちょろ本当に、うん、なかなか整わない方にはここに試薬します。まあ、髪の毛の中なんでそんなに目立たないんでね、ここにも白くするようにしてます。はい、で自律神経の調節の結果としたら、やっぱりその患者さんにしてみたら、子供できるできないの前に結果が、自分の体が変わっていくのがやっぱり目に見えてほしいので、共有できる点としたら生理3日目のホルモン値で、移植する場合は子宮内膜の厚さ、内膜が薄いとやっぱりどうしても着床しないです。で、基礎体温の安定
で、まあね、自覚症状としては冷えの解消とか生理痛の軽減、この辺の変化が出てきます、うん、だからこのねホルモン値なんかは目に見えるデータで、体の、実感する冷えの解消とか生理痛の軽減なんかを共有していくと、体が変わってきて妊娠しやすい体に変わってるねっていうことを、ね、共有できます。で、その生理3日目のホルモン値なんですけれども、まあ、一応基準値がこの辺ですね。これが3日目です。でこれが FSH と LH がこう逆転しちゃうと、多嚢胞性症候群で卵いっぱい出すぎる方とかになってきます、うん、だこの数値を一応目指しましょうっていうことをやってます。ということで、ちょっと長くなりましたけども、何かご質問のある方いらっしゃれば。すいません。はい。消費診なんですけど、うん、何の番手って言ってますか？5番診。5番診どれぐらい診でされるんですか？ね、斜視でかなり入れます。で、かなり入れるって言うと、ね、そんなに入れへんから5ミリから5ミリぐらい。うん、結構痛いです。そうですね、ここの場合は直視じゃなくてもう下から100円に向かって、大脳の後ろの、もうそうですね、はい、ここのあの陰道ですか、もうちょっとここはギシギシなんですか、あの先生の時の、はい、あの顔の部分で、あの脳幹のちょっと下の眉毛のちょっと上の方に白、あのそこはしないです。うん、これはちょっとこの絵があったので、あの不妊では使わないです。はい。はい。うん。やっぱり圧痛点を探します。はい。だからそこに僕はちょっと別の圧針棒みたいなのを持ってるんですけれども、それでこう下からずっとずらしていって、まあその先の棒の感覚とか、押した時のその圧を感じられるところ、まあ表情なんか見ながら、あここやなっていうところを探っといてそこに試薬します。うん、それが難しいところですよね、うん、だから速攻的には出ないです。いや最近なかなか効果が出ない子に対してやってらっしゃるとおっしゃったので、うん、どういった形で調べられてどれぐらい効果が出るかと思ったので、ね、やりだしてここ針じゃなくて試薬をしだしたのはやっぱりその、本当にこう生理が長いこと来なかった人が何名かいらっしゃいます。でそれはいろんな今までの過程で、まあ、もちろんピルの飲みすぎとかストレスとか職場のストレスで生理が止まったとか、でそれをまあ半年かかってもなかなか生理が来ない方に 2,3 名、まあ今まで5名ぐらいしましたけども、まあ、3名は一応生理が自分で来るようになったりホルモン値を整ってきてますから、それはその方たちはここにズブシラクをしだしてからなんで、まあ、それはそれなりに効果があったのかな、まあ、どれが効いたかって一概に言えないんですけれども、はい、ありがとうございます。はい、先月の部分で、お腹の硬さとか塗るっていうことで、あの治療で見ました F2 っていうのは書いてなかったような気がするんですけど、ああもちろん取ります。だからそれはその時の状況によって、はい、だからその症状が出てるところはやっぱりくまなくできたら、うん、あと例えばその圧痛であるとか肺感とかっていうのは
ない方ってのはもう絶対ないって感じ。必ずあるほとんどありますし、ただそれが続けていくとかなり減っていきます。あの最初の来た段階での、そのお腹の状態であんまり反応がないとかっていう方はいらっしゃらないという認識。だからうち来られるような方はほとんどその簡単にその針のないような状態の方はまず来ないと思います。だから不妊治療で悩んである方っていうのはもう本当に頑張ってはって、ね、自分たちも努力をしてて病院に行ってるし、病院は行ってるし、針も行ってるし、漢方も飲んでるし、で何をしても結果が出ないからっていうので見つけてきてくれる、だから、やっぱりその鍼灸っていうのは不妊治療でいうと最後の選択肢みたいな感じがあるんですよね。で東洋医学がいいよっていうふうに聞いて病院の治療の他にもその東洋医学をしてみたいと思った場合でもね、東洋医学って何って漢方と鍼灸って言ったらどっち先行くって、やっぱ漢方先行きますから。鍼灸したことがない人はね、やっぱ針は痛いし怖いっていうイメージがあるんで、でそれでもダメやった方も来てくれてます。でそういう方たちはやっぱりね、いろんな話を聞いたりお腹を触ると必ず針感もうパンパンな人も多いですからね。はい、はい、今聞いていますと、その先月のシラフィーがメインにされると思うんですけど、防振を使って例えば治療とか専門の針とか英部神経指針とか、例えばそういうことは全然されない。肺部の場合でいうと腎油から腎瘤にかけてはお灸してます。やっぱこっちはぬくめたいっていうのがあるんで温灸はしてます。で、まあ、足のその日の状況によってまあツボを決めてるんですけれども、まあ、基本的なうちのツボがあるので、サインコウとか、あとはまあ、よく使う腎管って知ってます？腎管、腎管っていうツボがあるんですけれども、飲料水の下一寸、はい、そこは必ず使います。腹部もお灸してます。一寸。ちょっとそれは中国人の先生教えてもらったつもりなんですけども、いやそこは針してます。はい、だからだいたい足の方では平均すると4本ぐらいです。でまあ耐震しながら志らくをしていくっていう感じですね。針っていうのは基本的に地震、地震のある。そうですね、地震にします。うちは20分。通電とかはされない？はい、通電、例えばサインコウとそのする場合もあります。指導してます。まあうちはもう定期的に通ってもらうことでね話をしているので、最初にお灸のセットをプレゼントしてます。はい。先生のところお灸って僕らはお灸の前に教材してされてるので、何か違うお灸の前にされてるのを患者さんに最初プレゼントしているのは一番とっつきやすい千年灸を一応、このろうそくと灰皿とピンセットとでそのどこどこにしなさいっていうのと一応指導はしてから
まあ、1週間分は差し上げて、であとあとはどうぞ買ってくださいみたいな話をしてます。あとは温灸器があるんですけれども、それはこう木製の温灸器で、中にこの炭化したもぐさがあって30分ぐらい温かいんです。なのでそれだと例えば耳にしたりおへその上にしたり、そういうできるのがあるので、そういうのもお分けしてます。やっぱりね、ね、自分でお家でできることは積極的にしていただかないとね、なかなか変わらないし、やっぱりその本当に赤ちゃん欲しいっていう気持ち皆さん強いから、うん、でそういうのをやる、ちゃんと指導すると、うん、やっぱり積極的に取り組んでくれますよね、うん、で逆にやっぱり忙しい方とか、その他人任せの方も来られるんだけれども、針打っときゃ病院行ったらなんとかなるやろっていう方なんかは、そういう方をしないので、そういう方はやっぱり結果的になかなかいい結果出ないですよね。もちろん、ね、はい、そっちでまたバランスを整えていくっていうのも一つの、うん、そうですね、うん、タイミングの人だけじゃなくて、うん、まあちょっとその話が出たんで、必殺技を教えましょうか。体外受精になっちゃうと、もう体外受精に任せっきりになるでしょう。で実は着床スイッチがあるんです、うん、でそのスイッチがどこにあるか分かんないんだけれども、スイッチの入れ方だけ分かってるんです。でそれを教えてあげると妊娠率が上がる。で実はそれは何かというと、自然妊娠と体外受精にしてみたら、違いは卵にとったら一緒なんです。卵は、精子と出会って受精卵になって、お母さんのお腹で着床する。で卵にとったら一緒なんだけれども、母体にとって違いは一つある。体外受精と自然妊娠の違い。何でしょう。卵管を通らない。うん、答え言っちゃうと、行為がないんです。体外受精はね。やっぱりその人間も動物なんで、そのセックスをすることによって体が赤ちゃんを残そうとする、子孫を残そうとする。で体外受精になった場合は、もうただ単にお母さんの体にしてみたら、そういうこともなくって卵を戻されちゃうんで、スイッチ入ってないんです、うん、で戻す卵の日にちによっても違うんだけれども、まあ今体外受精の場合は3日目の初期胚を戻す場合もあるし、5日目の胚盤胞を戻す場合もあるんだけれども、それを逆算して本来の自然妊娠だったらば、どのタイミングで仲良しをしてたらその移植日に当たるかっていうのも大体わかるでしょ。でその前の胚卵、その受精をしたするだろうと思われる日に仲良しをしてもらうんです。だからそうするとスイッチ入ります。実際それだけで妊娠率上がります。でそれを指導している、大阪のクリニックがあります、うん、ならそういう話をすると、ね、クリニックに行かれている患者さんなんか、そんなしていいんですかとかいう話になるんだけれども、それはしないと逆にね、ダメよって話はします。しようとする前の患者さんと患者さんと判定
うん、それがねやっぱすごくね男性と女性の話なのですごい難しいところはあると思うんです。で、できたらば来れるんだったらば一番最初は旦那さんと一緒に来てもらうようには言ってます。でも旦那さんとできたら一緒に来てねっていう話をするんだけれども、でもやっぱり旦那さんと来られる方は2割ぐらいです。でまあ、あとはもうじっくり話をする。だからもう最初の問診でやっぱり、まあ、最低 4,50 分をかけて、うん、でじっくり話を聞いてあげてっていうことはしますよね。ただ信用してもらうためにやっぱりその悩んではる方ってすごい悩んでるからいろんないらん知識まで頭に入ってるんです。でそれを、ちゃんとこれはこうだからっていう説明をできるだけのこっちに知識と、データがないとあかんかなっていうふうに思う、うん、だからね他は知らないけれども、他の不妊治療されてる方がただ単に針したら経絡の巡りが良くなって、ね、血の巡りが良くなってっていうふうなことでやってはるんだったらば多分患者さんが続かないと思う、うん、だからまあまあゆっくり話を聞いてあげて、うんね、いかに安心感を持ってもらえるかっていうのもすごい大事かなというふうには思ってます。難しいけどね、うん、あとは何かあったら、今日はちょっと僕たくさん皆さんに協力していただいて子供を増やしたいから何でも言います。素朴な疑問、こういう言葉で聞いているのか、僕らの世代ってセックスの対するってそんな心配しなくてもしたかったような感じが あるんですね。で、草食系男子じゃないんでセックスしないのが当たり前という言葉を聞いても実感として分からない。今の現実はそうなんです。そうですね、本当にそうなんです、はいはい、うん、みたいですよ。だからね、僕もすぐ60ですけど、僕ら上の年代、僕らの親っていうのは兄弟多かったでしょ。5人兄弟とかね、ざらにいましたけども、その5人兄弟がいてた僕らの親世代と今と比べたら絶対食べるもんも今の方が贅沢してますよね、うん、ところがやっぱりその、粗食やったかもしれんけれども、その生活環境が今と全然昔の方が絶対良かったはずです。粗食の方がガツガツして、うん、浮いてたし、うん、女性に対しても浮いてたような感じが、うん、今の若い子となんかテレビに出るイメージでまずしたくないというのは想像つかない。そうなんですけども、それが多いです。はい、うん、だから本当にそのもっと言っちゃうとね、不妊の原因が、ね、実は、ね、半分以上男性なんです。今で今まではその生殖医療っていうのがその女性ばっかりこう焦点が出てきたみたいなんですけれども、やっぱり男の方が半分以上になってます。で絶対的にやっぱりその2人が協力しないと赤ちゃんってできないし、うん、で男の方がすごく無関心が多い、うん、だから自分は、ちゃんと射精してて、で1回検査した、ちゃんと問題がなく動いてるっていうのがあれば安心しちゃうし、でなかなか検査まで行かない男が多いんです。なんか変なプライドとか変な自尊心があるみたいで、ね、一緒に頑張ろうって言ってもなかなか、うん、非協力な男性って本当に多いですね、うん、だからいっぺん連れてこいとか言うんですけどね。今おっしゃった内容かもしれないですけど、
性の方がいらっしゃって、その方の体を整えているということなんですけど、その、まあ、男性というか男になる人に何かこう先生から何アプローチというか、そのアドバイスというか、なんか、まあ、治療でもいいんですけど、なんかそのこういうことをしたらよりいいよっていうようなことで言ってあげてるようなことがあります。まあ、その先ほどのタイミングとかもあると思うんですけど、なんか、なんか、まあ、一緒に来られて体を整えるっていうようなことが一番いいと思うんですけど、なかなか実際に来ないっていう中で、まあ、その女性で来てる患者さんを通して何かこうされてることとかあります。男性に対してだからね、本当にね、少しでもいいから理解を深めてほしいんです、うん、で全くその今まで一回ほんまに連れてきてって連れてきてくれた方がいてて、で、まあ、まあ 2,30 分じっくり話をしたんだけれども、そっからやっぱり変わった、うん、で今までは例えば採卵してね、結果をこっちが言うまでは聞かなかったんだけれども、今どんな状態とか、うん、結果どうやいつ分かるとか、でそういうの向こうから声かけてくれるだけでもすごい嬉しいとかね、でそういう、まあ、女性に男にしてみたらそんなことと思うようなこともやっぱ女の人にとってみたらその一言だけでもね、うん、嬉しいとかね、うん、頑張ってみようと思う気持ちになるでしょ。でその辺のこととか、やっぱりその協力をせんと2人の子供だよっていう話ですよね、うん、で、うちは DVD を渡したりしてます、DVD は、本当は違法なんかも分かんないけども先生に許可を得てるんで、体内記憶を持ってる子どもがすごく最近多いっていう聞かれたことあるかな。で体内記憶を持ってるそういうのに興味を持った先生、産婦人科の先生がドキュメンタリーの映画を作ってる。でそれの DVD を一緒に見てねとかね、そういう話をして、やっぱその子どもは医学的なこともあるけれどもやっぱ精神的なところが大きいんだよっていう話を意識してもらうとか、あとは、YouTube でね、あの帰って、生死たちのサバイバルレースっていう昔の BBC かなんかの番組があって、それが YouTube 残ってます。なんか日本の番組でやったやつ、それを一緒に見てねとかね。でそういうテレビ番組とか映画なんかで、ね、見てもらうとちょっと意識が変わってきたり、であとは、できたら旦那さんに呼んでねっていうことで旦那さんに用にこう3枚ぐらいのプリントを作ってます。旦那さんに協力してほしいことみたいな、あのやっぱりさっき言ったみたいに取り組み方が人によって違います。で、パーセンテージ言うと、去年は半年以上を毎週1回うちに来てくれて、実はうちは漢方薬もやってるんですけれども、漢方薬を併用してもらった場合に、あくまでも妊娠ですけども陽性反応が出た方は60超えました。ただ去年61名の方が妊娠されましたけれども、あくまでも妊娠なので、出産される方はもっと少ないです。出産される方は、去年で、40名ぐらい、やっぱ20名以上の方は、ね、流産されてます。着床全診断されている方はどのぐらい、実は神戸は着床前診断の
中心なんです、はい。神戸に大きな病院が4軒あるんですけれども、4軒ともやってます。で1軒が、もう着床前診断を日本で広めた人がやってるので、うちの患者さんでいうと体外受精の今3割ぐらいの方が着床前やってます。確かにあの確率は高いです。ただ着床前の卵を戻したからって言って、先週の方は4回連続アウトでしたけどね、うん、だから必ず妊娠する場合とは言えないやっぱりいろんな状況があるんで、でも有効は有効だと思います。無理です。無理です。だからそれがどこの時点で染色体異常が起こるかなんだけれども、受精をして分割していくときにこうコピーして分かれていくでしょ。でその時点で起こるらしいんだけれども、うん、だからそれは異常を起こさないようなやっぱり元のいい卵。うん、と。それで整えていくことによってそれはうまくいく。だからいい卵の染色体異常のない。卵ができる可能性を僕らとしては高めたい、うん、で染色体異常を検査着床前診断をする卵っていうのは5日目以上5日間育てないと無理なんです。胚盤胞まで持っていかないと無理っていうのは、当然卵は1個から2個になって2個4個4個8個8個16って倍々で分割していくんだけれども、5日目以上5日目の胚盤胞になると将来的に着床した時にここは骨盤になりますよっていう場所が分かるんですって。だからその体になる部分の細胞を取っちゃうと当然体を削っちゃうことになるのでダメなんだけれども、5日目胚盤胞になるともうここは絶対骨盤になる部分っていうのが分かるので、そこの部分の細胞を採取して検査するですって、はい、だから昔は胚盤胞まで引っ張るイコール取った卵のやっぱり胚盤胞までそのシャーレの中で分割するっていうことは元気な卵っていう判断をしてたので、その卵の元気さを見るためにも5日前まで培養してたのがあるんだけれども、そのやっぱり5日目まで育つっていうことは卵が元気がある卵なんで、うん、そういうふうな力をつけてあげるためにもやっぱりそのいい卵っていうことかな、はい、はい。だから本当にね、志らくは僕は志らく出会えてよかったなと思うのは、まあその不妊だけじゃなくって、やっぱりその8割以上の病気、疾患、いろんなこの体の不調っていうのはやっぱり自律神経だと思います。でそれをもうね、即効的に整えてくれるのが志らくなんで、で自律神経が整えば当然不妊だけじゃなくってね、いろんなことに効いてくると思うので、うん。いろんな患者さんがね、皆さん当たられると思うんだけれども、うん、女性の方なんかには特に、だから僕も初め不妊を専門にしようと思ってなかったんで、女性のそういう冷えとか、体質改善がしたいっていう方のために治療をしてた中でこう妊娠される方がポロポロ出てきたので、いけるんちゃうかなっていうことで不妊を中心にやりだしたんですけれども、うん、だからそういう悩みが持たれた方にも自信持って志らくはしてあげてください。はい。はい、よろしいですか。よろしいですか。また先生はいつも来ていただけると思います。